マネキャンバマンラなんてのんきなやつにラリアート3回マニュアル通りにただ抱き合い愛がないことに気がつかない窒息する前に叫ぼうぜ Oh in a midnight dream狩りの旅人慣れない足取りもまた愛嬌決めるとこだけばシート So many people in this world 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこをワープしてこぶ筋だけは通し生きてる Love's alone ネロおいお前だろ昨日後ろから俺の車に当てやがったろ冗談だろあれお前が悪いんじゃねえか何前を走ってるやつが下手すぎて予想できなかったんだよまさかあんな遅い突っ込みするとは思わなかったもんだなブレーキが間に合わなくてついコツンとななんだとやめろよ池谷どうしても謝れって言うなら俺たちのルールでバトルして勝てたら地べたに両手ついて謝ってやらお前たちのルールどういうことだ大したことじゃないぜ俺たちはガムテープデスマッチって呼んでるけどなガムテープデスマッチスピードスターズには下り自慢の86がいるっていうじゃねえかその86のガキに伝えておけ次の土曜日の夜10時ここで待ってるってなじゃあなアーバーよなんだあいつ匠への挑戦ってわけかでも匠の顔を知らなかったみたいだな匠受けろよガムテープデスマッチでも何でもあんなやつぶち切って土下座させればいいじゃないか冗談じゃないヤバすぎるでいつきステアが切れないバトルなんだぞだけど池谷先輩匠なら FD や3人にも勝ってるしちょっとやそっとのルールじゃ負けっこないっすよバカ向こうはこの条件で相当練習してるはずだ匠、こんな無茶なバトル、絶対受けるんじゃないぞ。俺、やる気なんかこれっぽっちもないですよ。ああ、その方がいいぜ。あんなやつほっとけ。何ガムテープデスマッチええそりゃ無謀だよそれで匠はねえいつもと同じで冷静というかノリが悪いというかあんまりやる気ないみたいですよ俺は匠に走ってもらいたいっすよあんな汚い野郎ぶち切って土下座させりゃすっきりするじゃないですか相手は俺たちレビットレの宿命のライバルシビックだしああ俺たちも若い頃に小道具使ったり制限つけたりいろんなバトルしたけどガムテープデスマッチはその中でも一番危険なバトルの一つだったぜガムテープデスマッチってそんなにヤバいんですか俺あんまりピンとこないけどいつき車に座って試してみなよーくわかるからいいかそのまま右手を離さないでステアリングをどっちかに目いっぱい切ってみな。はい。よっ。ガ
これ以上は回せません。よし、ステアリングをそのままで車から降りてこい。はい。どれだけ切れてるか見てみな。はい。全然切れてない。目いっぱい切ったのに。な、これじゃどうやってコーナー曲がるんです？峠なんて走れないですよ。ステアリングはきっかけ作りにしか使えない。とにかくリアタイヤをスライドさせて曲がるしかないんだ、コーナーを全部。でもそれなら匠はドリフト得意だからなんとかなるんじゃ。そんなイージーじゃないぞ。カウンター当てられないからドリフトのコントロールがものすごく難しい。ちょっとでもオーバーステアになったら即座にスピンだ。だからといって入り口でアンダーを出したらそれで一巻の終わりだ。このルールは断然 FF に有利に作られてるんだ。向こうはイージーシックスだろ。ええ。FF のイージーシックスならオーバーステアをアクセルで止められるから思いっきり突っ込みができるし、サイドを引いてアンダーも消せる。86のような FR で無事に走り切るにはサーカスの綱渡りのような狭いコントロール領域をドリフトで走り続けなきゃならない。まあやらない方が正解さ。お、まずいな。匠にこんな話を聞かせると逆にやる気になっちまうぞ。あの店長。あれ、ケンジ先輩じゃねえか。お、池谷、こないだの頭に来るやつのことだけどさ、ちょっと調べたんだ。あいつ妙義ナイトキッズの庄司慎吾ってやつらしい。ナイトキッズの庄司慎吾、一応ナンバー2ってことだけど、ダウンヒルに関しちゃ自信あるみたいで、自分でもナイトキッズの下り最速を名乗ってるよ。でも目的のためには手段を選ばないんで、他のメンバーから信望がないらしいぜ。特にリーダーの中里武史とは仲が悪いみたいだ。そうか、それで匠にバトルを仕掛けてナイトキッズの中でも主導権を握ろうってわけだな。あいつ今度のことでももう変な噂流してるぞ。え、噂？ああ、スピードスターズはブルってシンゴの挑戦逃げまくってるってさ。しかもガムテープデスマッチのことは触れないでだ。じゃあ俺たちのメンツ丸つぶれじゃないか。くぅ、嫌なやつだな。ああ、何としても匠をバトルに引っ張り出すつもりだな。お、匠、え、お、俺？いや、関係ないっすよ。そんなの受ける気ないっす。そうだよな、いくら挑戦されたからって無謀なバトルまで受けることはないんだから気にするな。はい。で、例の86とのバトルはどうなったんだ？俺はいつでも OK だぜ。あとは向こうの出方次第だ。まあ見てろ、86のガキ必ず引きずり出してやるからさ。面白そうなバトルになりそうだな。あ、タケフさん。シンゴ、お前この頃おかしな動きをしてるみたいだな。何をやろうと自由だが、ナイトキッズの名前に泥を塗るような真似だけはするなよ。何がおかしい？名前を怪我したのはてめえの方じゃねえのか？何？時代遅れの86のガキにぶっちぎられたのはどこのドイツだったかな。しかもどでかいパワーの3人でよ。シンゴ、負け犬は遠くで吠えてりゃいいもの。いつまでもリーダー気取りでお説教とは、とんだお笑いだぜ。中里、お前のリベンジはこの俺がしてやる。ありがたく思えよ。シンゴ、お前もいつかとことん知るぜ、あの86の凄まじさを。ああ、たけしさんももう落ち目ですね。ほんと、情けねえぜ。これからのナイトキッズのリーダーはシンゴ、お前だぜ。ま、その前にあのアキナの86を解体や送りにしてからだけどな。もし、竹内と申しますが。あ、沙織ちゃん。あ、いつきくん。うん、
もちろん覚えてるわよ。うん、沖の湖へドライブ。うん、いいわよ。え、じゃあこの間のバス停で1時に待ってるよ。うん、じゃあね。はやったぜ。これで彼女いない歴18年から脱出だ。決めるぜ。はいよ。あ、そうだ、親父。うん？なんだ？ガムテープデスマッチって…あ、いや、なんでもねえや。ガムテープデスマッチか。たくみくんってさ、上手だよね、車の運転。私、たくみくんとだったらいいよ、泊まりがけでも。あいつのことを俺ものすごく意識してる。イニシャル D。 イニシャル D。 ありがとうございました。いつきはどうした？あれ、さっき車を洗ってたけど、どこ行ったのかな。なるほどなるほど。あれ、こんなところでサボってたのか。あ、いや、ちょっとその休憩を。へー、珍しいな、いつきが読書なんて。あ、それはその、なになに、恋愛マニュアル、彼女の落とし方だと。いや、あの、だからその本は、あの、いつきがこういう本を読んでるってことはつまりデートか。はい。前に言ってた沙織ちゃんとかいう可愛い子とか。ずるいぞ、俺を差し置いて。いや、昨日の帰り本屋でその本買ってきて猛勉強してたってわけっす。こういうことって先輩に聞いても分かんないみたいです。うん、はっきり言うな。まあ、当たってるからしょうがないけどな。の、今は便利なものがあるんだな。俺たちの時代は全部自分で手探りだったけど。どれどれ。女は3回目のデートまでに決めるのが鉄則である。初キスはロマンチックな雰囲気を作る。もうバッチリですよ、隊長。そんなわけで、この間言ってたように休み取らせていただきます。そういうわけだったのか。まあいいだろう。うらやましいぜ、この野郎。決まったぜ。沙織ちゃんはここだよ、いつきくん。あ、いらっしゃいま。ガソリンはいらねえよ。この間のガムテープデスマッチの返事を聞きに来た。ちゃんと86に伝えただろうな。ああ、全然やる気はない、そう言ってたぞ。こいつは大笑いだ。
アキラの86はそんなに臆病者なのかよ。ガムテープデスマッチにぶるって逃げ出す腰抜けかよ。まあいい、嫌でも戦いたくなるようにしてやるぜ。俺たち走り屋はカーブを曲がるなんて言わないんだ。コーナーを攻めるって言うんだぜ。へえ。私も免許取りたくなっちゃったな。取りなよ、教えてあげるからさ。そうね、考えとくわ。あ、わあ、秋の藤、とっても綺麗。女の子は雰囲気に弱い。初めてのキスはロマンチックな場所で、初めてのキス、絶好のチャンス、行け、行け。雰囲気重いな、困ったな。Cool vibrations. みっけ。Cool vibrations. EG6?バンパーつっつきやがった。細いからどけっていうのか。食いつかれてる。くっそ、沙織ちゃんの前で無様な姿見せられるか。沙織ちゃん、飛ばすぜ。ちょっとの間我慢しててくれ。
事故ったぞ。え？どこで？アキラの峠らしい。市立病院に運ばれたそうだ。二人ともすぐに行ってきてくれ。はい。大丈夫か、アイスキー？あ、先輩、タクミ。どうしたんだよ、一体。ちょっとオーバーなんですよ。見かけほど大したことないんだけど、念のため検査しなきゃならないから入院することになったんす。沙織ちゃんは一緒だったんだろう？うん、彼女はかすり傷で済んだんで家に帰ったよ。俺ナビ側がぶつかんないように必死でステア切ったから。車は？八号はどうした？うまくスピンしたからリアのトランクルームが行かれたくらいで収まって。はい、おしまい。お大事に。どうもありがとうございます。うん、秋なくなってたら後ろからEG6 に煽られて。 EG6？ またあいつか。多分赤の EG6 だったから。コーナーで後ろからいきなりプッシュされて。あの野郎またやりやがったか。くそ。俺やります。ガムテープデスマッチでも何でもやってやる。タクミ待てよ。タクミ、すいません。あいつの手に乗るな。ガムテープデスマッチだって無茶苦茶だ。やめるんだ、タクミ。俺負けませんよ、どんなことがあっても。Go to the next sound. 誇り舞う敗者地に這う行き着くだけの野良キッたち。邪魔くさいからしかとしていこう。スリーカーさっていくスイートの向こう。サンテレイブナウ巻き込んでスピンさせるなんてちょっとやり方が汚すぎるんじゃないんですか、慎吾さん。いいんだよ、アキナの86さえ出てくれば。そんなガムテープデスマッチのルールじゃ 100% 俺の勝ちだってことは分かりきってるからな。ただ勝つだけじゃ面白くねえ。派手な余興も見せてやるぜ。次回イニシャル D、 進化するドリフトの天才。ダウンヒルの本当の怖さたっぷり味わわせてやる。 Don't miss it。